皆さんこんにちは。リンク所属ハンマー FM のハマケンです。世界大会が終わって早くも1週間が経ちました。というわけで今回は世界大会のデイ1の5試合をリプレイファイルから撃破をすべてつないでただただ見るという動画を作ってみました。途中でリプレイフリーズが起こって確認ができない撃破に関しては残念ながら記録されていませんが、それでもかなりの撃破の数を次々に見ることができます。5試合分なのでめちゃくちゃ長い動画になっていますが、こんな撃破もあったのかと知ることができるので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。ハンマー FM は皆様の高評価とチャンネル登録の提供でお送りさせていただきます。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。